里崎チャンネル。じゃん。こんにちは。プロ野球ファン全員が楽しくなるポジティブ動画のお時間です。はい。そうですね。なんかいけるんじゃないかって思っちゃう動画ですね。いいことしか言わない動画だからね。はい、珍しいよ。1年間の中で、本当数パーセントしかないいいことしか言わない動画。はい。まず可能性を感じる動画ですよね。うん。だからもう12球団ね、はい、全ファンの人見た方がいいよね、はい、開幕前にこんなポジティブになれる動画、うん、はい、なかなかないし、はい、それを里崎チャンネル内であるっていうね、うん、珍しい。確かにいつも厳しいことばっかり言ってますからね。うん、事実だけを言ってる。そうですか。そうそう、このポジティブ動画っていうのは夢を語ってるわけよ。確かにこれが大きくなっちゃう、はい、普段は俺は事実を言ってるだけだから、はい、それは厳しくなる、うん、でもこの動画っていうのは夢を語るから、うん、確かに期待をね、そう喋ってますもんね。無限じゃん、はい、夢ってこの人が良ければこの人が良ければ優勝っていう、ね、そうそう、夢でネガティブないでしょ、はいはい、だから幸せになれる珍しい動画なんだよ、うん、だからもうね、はい、自チームのファンの人にね、うん、拡散して押し上げてあげてほしいよね。そうですね、こんないいこと言ってるよっていう、開幕前にワクワクさせてくれる動画だよと。そう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 、うん、ということで、はい、今回は中日と楽天です、はい、のキーマンを、そうそう、昨年はね、はい、ドラゴンズ優勝予想、うん、そして楽天も優勝予想と、うん、この両チームが優勝予想です、はい、あれ楽天優勝予想してましたっけ。そうだよ、だって平石から三木に変えて、はい、そうだ、優勝しないとまずいでしょって言ったんだ。そうそうそう、はい、優勝ね、3位でもダメっていうことは、はい、優勝しないとまずいから優勝予想ですって言ったら、うん、奇跡の4位、はいはい、でドラゴンズも時ね、もうそろそろ行くんちゃうかって言って優勝予想して、でも3位 A クラス、はい、8年ぶり、はい、まあまあ頑張ったんちゃうかっていうね。まあそうですね、うん、だそのね、うん、両優勝予想したチームを今日は見ていきましょうということで、はい、まずは中日です、はい、昨年はピッチャー柳、打者京田っていうところをね、うん、キーマンに挙げてましたけど、はい、15試合登板6勝7敗、防御率 3.60、 柳投手、はい、柳ね、はい、ちょっとパッとしなかったですね。そうですね、うん、もうやっぱこの、まあ、試合数がね、うん、少ないんで、はい、なかなか10勝っていうのは難しいラインだったかもわかんないけども、うん、勝ち星と負け星をね反対にしてほしかったですね。やっぱ貯金を作って終わってほしかったなっていうね、うん、はい、まあ1ですけど負け越しちゃったっていうね、うん、で防御率も 3.60、 ちょっと悪いですね、うん、まあその19年11勝7敗の時よりは下げてるんで、はい、そういった面ではもうちょっと頑張ってほしかったかなっていうね。そうか、まあ、優勝に向けては去年っていうよりその前年を見ると物足りなさはありますよね、うん、そうそうそう、だから柳がね、はい、もし8勝4敗ぐらいだったら優勝できてたかもわかんないね、うん、あ、その差でいけますか、うん、わかんないよ、流れが変わったかもわかんないんで、ね、はい、勢いとかね。そうですね、うん、で打者はね強打っていうところで、はい、うん、昨年全試合出場、はい、2割4分7厘打率、うん、で盗塁が8個、ちょっと全体的に下げてますかね、うん、まあ、でもまああんま変わんないっていうのもあるんですよね、19年と。だから大きくちょっともうちょっと伸ばしてほしかったですね。打率もほとんど変わらないですね。そう、2輪しか変わらないし、出塁率も4輪しか変わらないし、で全試合出場っていうところも変わらない、出てますしね、うん、だからちょっと成長してほしいですね、全体的に一緒ぐらいになってるんで、はい、だから打率を2割7分ぐらいいってほしかったですね、うん、そうなってくると大きく変わってたと思うんですよ。そうですね、うん、だからもうちょっと頑張って一皮むけてほしい、うん、はい、両者っていうね、はい、だからキーマンだけど、まあ、頑張ったんだけど、うん、もう一皮むけたら優勝あったかなっていうね、うん、もっと上に行けたよと、うん、感じはね、去年の反省としては、うん、はい、ということで、はい、今年のドラゴンズのキーマン、はい、野手はですね、うん、キャッチャーの木下です、ね、そうですか、高橋周平にしようかなと思ったんですけど、はい、高橋周平はもう活躍して当たり前の選手になりつつあるんで、はい、それを挙げてもね、はい、つまんないっていうことで、はい、木下に、ま、じゃあ高橋周平選手は今年もまあまあもう当たり前、頑張って当たり前だから頑張らないとやばいよっていうね。そうですね、逆に計算に入れてますからねっていう、はい、頑張るっていうね、はい、だからね、木の卓です、はい、相性木の卓らしいんで、はい、キムタクみたいな。まあ、昨年ね、はい、88試合出場して、うん、まあ、打率2割6分7厘、うん、まあ、ホームラン6本とね、はい、でしかも
肩もすごい素晴らしく、うん、盗塁阻止率4割5分5厘と、うん、であの最優秀バッティ賞を取ったり、いい形でやっとドラゴンズのキャッチャー戦争、はい、勝ち取ったかなっていうところもあるんで、はい、まあアリエル・マルティネスって、ね、うん、外国人のキャッチャーもいますけども、はい、木下がしっかりその扇の要でハマって打つ方でも貢献できれば、はい、打線はいい打線してるんで、うん、まあ、内野もね高橋、京田、阿部でビシエド、うん、でまあ外野が大島センター確定の、まあ、外国人来日問題、うん、まあ、平田、岡林、はい、まあ、などなど、うん、いろんな選手がね頑張ってて若手も底上げできてるんで、はい、ここで木下が8番ですかね、はい、まあ、7番かも分かんないし、うん、しっかり打撃でできれば、まあ、恐竜打線、うん、復活、おー、年末里崎賞に選ばれてるかも。いや、可能性は全然ありますよね。あるのよ、あるのよ、はい、うん、木の卓は木の卓あります、可能性感じる、感じるね、はい、うん、そのだから里崎賞を取るぐらいの活躍が、はい、できれば、はい、優勝いっちゃう、いっちゃうんちゃう。まあでもその日本一早い優勝予想では中日って言ってましたもんね。そうなのよ、うん、まあこれがねもうあと数日後に開幕しますけど、はい、開幕前にもう一回最後の順位予想、はい、出るんでね。あれ変えちゃうんですか。まあドラゴンズファンもね、はい、安心しちゃダメよっていう話ですけども、うん、はい、でも木の卓が、はい、うまくはまって、うん、佐々木翔、どっちかな木の卓かなっていうのを、はい、くればあんじゃない、うん、まあでもキャッチャーが打てるってなったらチームは本当に底上げされますよね。大きいのよ、やっぱりピッチャーとキャッチャーね、うん、両方が打てなくなると、はい、打線のね周りが非常に悪くなるんで、うん、そういった面でも、はい、木の卓がね、うん、うまく2桁ぐらいね、うん、ホームラン打って、はい、あの広い名古屋ドームでね、うん、でも去年もねしっかりそこの中で6本もね打ってるし、はい、打率には6、7割、うん、打点が32といい形でやっぱ打ててると思うから、はい、そこをうまく回れば、うん、あるんじゃない。いや、なんか可能性感じますね、うん、他はもうね、うん、本当高橋、京田、京田はねさっきも言ったように、はい、1最低でも2、もう6、5でいいから、うん、打率を伸ばして、はい、盗塁ね、まあ、143試合になったらしっかり20個以上は確実にしてもらいたいなっていうところはありますけども、はい、まあ、その他の選手はね、まあ、外野手が若干サバイバルありますけど、うん、まあ、安定的なね、でビシエドはもう来日してますし、はい、まあ、いい存在になってくるんで、うん、木の卓が締めたら扇の花芽をあるんじゃないのかな、はい、ピッチャーはどうなんですか。ピッチャーの、はい、ピッチャーね、はい、ちょっとあのね、あのフォーメーション、はい、個人じゃない、中日はね、フォーメーション、はい、こちらです。ソビエフク、はい、ライデル・マルチネス、おこの方程式、はい、キーマンです。あ、もう方程式で活躍すればってことですか。やっぱり去年の序盤も、うん、あの岡田を守護神したりとか、うん、はい、ちょっとね、バタバタ感が否めなくて、うん、中盤以降をこの3人で固めて、はい、で、数十試合、30何試合連続その勝ちにつなげるっていうね、失敗なしっていうところにも続いたし、はい、まあ、ソビエフクはね、ホールとタイトル、あのヤクルトの清水と一緒に取ってますし、うん、はい、この3人はマストよ、はい、で前は大野、うん、で、まあ、柳、はい、で、まあ、松葉とかもいますし、これね、全員名前挙げとかないと怒られるパターンだからね、はい、あのよくあるあるよ、はい、里崎チャンネルあるある、うん、あの名前を忘れると非常にコメント欄から忘れられてる、悲しいっていうのが出るから、う、ね、もう名前挙げとこう、うん、あのね、柳でしょ、はい、これ見て挙げてなかったら終わりだね、はい、大野、ね、福谷、はい、福谷開幕投手だよ、開幕ですよ、はい、ね、うん、あのいい感じだね、はい、あとまあ俺はね、梅津推しだから、うん、梅津にね、はい、頑張ってもらいたいけども、はい、そこらがね、しっかり頑張っていって、このね、3人がバチって開幕からハマれば、うん、はい、安堵優勝が、うん、残念ながらね、はい、なんで残念なんですか。いや、俺の予想が当たるっていうことでね、ああ、当たってほしくない人もいるじゃんこの里崎チャンネルのね、はい、あ、でも正月予想だからね、はい、こっからまたね、あの時に比べると、うん、菅野がね、ポスティングしてないのよ。あー、確かにそうですねあの時はね、はい、する予定だったのよ。うん、行くと思ってましたね。うん、そこもあるからね、はい、どうなんのかっていうね、うん、まあ、いろんな媒体で雑誌も含めて順位予想はしてますけど、はい、佐々木チャンネルが公式の最終順位予想なのよ、うん、だからこれが出た時にファイナルアンサーだから、はい、その時はそう思ってる、うん、でも最終は締め切り前だから、はい、どうなるかはね、はい、まあ、ぜひドラゴンズファンの皆さんにはね、佐々木の予想をどうなったのか注目してもらいたいですけども、
祖父江福マルティネスか、はい、うまく7、8、9でハマれば、うん、だって右左中継ぎで右でしょ、はい、完璧なんだよ。そうですね。んで、うん、大野もいて、はい、で福谷、柳、うん、梅津、うん、で松葉、うん、いい感じですね。で打線は、はい、ビシエドライブしてます、うん、で京田、はい、で高橋周平はもう3割打っちゃって、うんうん、で阿部、うん、木下も今年も打ちますよ、はい、で大島行って、はい、でガイアサバイバルの中、うん、勝ち抜けますよ、はい、あれ、ね、なんかうまく噛み合ったらあれ行っちゃうって感じしますね、うん、強いね、はい、強そうですね、うんうん、全チーム強くなっちゃうね、はい、いや今全員が調子いいっていう手で喋ってますからね、はい、まあこれだね、うん、ドラゴンズは、はい、じゃ続いて、はい、ちょっとあのドラゴンズで30分喋っちゃうこれ佐藤さんね、中日ってそこまで縁がないはずなのにすごい熱く語りますよね、うんうん、続いてね、はい、楽天、はい、もう楽天はね短くしよう、はい、あのいつもあの楽天の長いとかってね、なんかそんな気全くないんだけどね。そうですね、うん、いやまあ私もやっぱり応援してるので喋、うん、っちゃうんですよ、うんうんうん、そう。でもね、はい、今回、はい、ドラゴンズ長かったから、はい、それ以上は長く喋れないよね、多分喋っちゃうかな、分かんないけどね。あ、まあ、もう今からだから、ね、今から、はい、ノリでね、うん、楽天は、はい、去年、うん、打者辰巳、投手涌井です、うん、キーマン涌井タイトルめっちゃ活躍したじゃないですか、うん、でも4位、うん、でキーマンじゃなかったと。いや辰巳が、はい、あ、そっかそっかそっか、ダブルキーマンだから、はい、辰巳、そうですね。あれ俺ね、うん、記憶が定かじゃなかったから、はい、動画見返したんだけど、はい、なんか辰巳がゴールデングラブ賞を取らなかったら、うん、袴田さんは何かやるって言ってたんだよね、動画内で。言って、絶対言ってないです。え、言ってない、ない。いや、見返したこれ。え、見返したの本当に、うん、もうゴールデングラブ賞取りますって言ってた。言ってないですよ、そんな。え、嘘、言ってた、見返したの。ちょっとリプレイんで、はい、最後にね、はい、で俺が、うん、あのもし辰巳がゴールデングラブ賞を取らなかったら、はい、袴田さんは何かやりますって言ったら、うんってやってる、やってる。言ってないよ。見て、見て、はい、動画、はい、はい、見て、はい、ゴールデングラブ頑張って、はい、はい、取らなかったら何かします、はい、はい、ということでピッチャーですね、はいはい、ということで、いや、これは強制的に佐藤さんという、勢いでこうやってやっちゃってるわけじゃないですか。いやいやいや、これでこうやってやってましたもん。あれはもう、医師のもう確認として、明確に証拠として、取らゴールデングラブ賞取らなかったよ。しかも、まあ、104試合、試合出てるね、はい、大事2割2分3厘、盗塁11個、はい、ちょっと少ないね。俺は近本みたいな活躍できればって言ったけども、はい、ね、だから、ね、ゴールデングラブ賞も、はい、取ってない、うん、まあ、守備はやっぱり素晴らしいですけどね、本当に、うんうん、それはもう認める、うん、はい、でも取ってないんだよ。取ってないです。いや、何をしろって言うんですか。そうですね、はい、ということで、はい、今回はサブ企画こちらです、はい、袴田さんに罰ゲームやってほしいことコメント欄でお待ちしてます。あ、そういうこと、はい、皆さんに募って、はいはい、今のね、うん、去年のやつ見てもらったじゃないですか、はいはい、あの動画で、はい、いや、これはもう袴田さん罰ゲーム別にしなくてもいいよ、うん、っていうんだったら、はい、しなくてもいいに投票してくれればいいし、ありがとうございます、あの、はい、いや、した方がいいよっていう人は罰ゲームをコメント欄に書いてもらえればいいだけなんで、だからまあ、うん、ね、アンサーは視聴者の皆さんです、うん、はい、あ、じゃあ分かった、今年はゴールデングラブ取りますよ、じゃあ。ん、じゃあ取らなかったら、取らなかったら、じゃあ何かしますよ。何、来年来年何かしますよ。一発芸、いやいや、もう、じゃあ、でも、もう考えてくれてるから、みんな。そうですよ、じゃあ皆さんに考えてもらいましょう。そうそう、だからそれをまず今回やります、はい、罰ゲームとして、はい、皆さんが、だからもし、やらなくてもいいよっていうのが多か、過半数以上あったらやらなくていいし、はい、うん、やった方がいいよっていう人が多かったら、その人の中から罰ゲームを決定させていただきます、はい、なるほど、はい、皆さんやらなくてもいいですよね。さっきのリプレイ見たら、だって佐藤さんが完全になんかね、ポトって言って、私はもう次みたいな感じだったじゃないですか。うんうん、あれだってもうやってた、やってない、まあそれはね、まあ、皆さんに判断していただいて、判断してもらえばいいわけですからね、はい、そうですね、白黒つきますから、はい、はい、で、はい、で涌井も言って、はい、うん、タイトル取ったのに優勝できなかったけど、うん、はい、やっぱりね、優勝できなかった理由はね、うん、あるという、はい、そこをキーマンにして埋めようっていうね、はい、ところで今年のキーマンは、うん、はい、投手こちらです、うん、メインは松井です、はい、バリー松井が守護神に帰ったのは、うん、一番の朗報よ、はい、やっぱり昨年ね、うん、序盤は良かった、はい、シャギは、うん、ブセニッツ、うん、森原、はい、
そん、うん、まあそういう最初はねすごい、いやめっちゃね巻きた、うん、あれ右ばっかりだけどめっちゃいいやみたいな、うん、バンバン押さえて、それは高梨トレードで出しちゃうよねみたいな、はい、使うとこないし、うん、ってなったら、はい、シャグはブセニーツ森原ソークズでそうなんですやっぱね徐々に下がっていった要因ってちょっと中継ぎにあったかなって感じ、ね、もう確実にあったんです ね、 やっぱりその範囲はね、はい、っていうところでね、うん、松井が後ろに変える、はい、こんな朗報はないですよ。うーん、なんか安心します、うん、そうなって、はい、その前にブセニッツとか、はい、森原とか、うん、牧田がでサブちゃんも戻ってますし、うん、がいればね、で孫もいるし、うん、でそこがねうまく回れば、うん、もうちょっとね、うん、そのバランスよくこの守護神がかっちりいくことによってのバランスがね、はい、保たれると思うの、はい、まあ、去年はね森原抜けたりしてブセニッツが後ろ回ったりとかいろいろしながらね、うん、まあ、体勢整わなかったっていうところで、はい、だから、まあ、中日と逆パターンよ、うん、はい、中日はね最初バタついて、うん、最後ガチッとハマって A クラス、うん、で楽天は最初ガチッとハマってたのに総崩れで B クラスみたいな、はい、まあ、対照的なチームだけども、うん、そこを松井裕樹がしっかり後ろでガチッと抑えれれば、はい、面白いよね。うん、そうですね。だって西武なんてもう141だから、はい、あと109で迷宮返りだから、はい、もう数年よ。そうですね、うん、これもいったらまだ若いしね、はい、何歳、26になる年か、うんうん、まだまだ全然若いしね、はい、若い、そういった面ではめちゃくちゃこれはいい配置転換だね、はい、プラス、うん、乗本です。いや私も乗本投手だと思うやばいね、昨年5勝7敗、うん、防御率 3.96 はちょっとワーストじゃない、防御率はね、うん、自分の中でね。そうですね、うんうん、しかもまあね2連連続、まあね一昨年は怪我もあったけども、はい、まあ、5勝5勝で、うん、ちょっと乗本大丈夫かいっていうね、手術とかもあったと思うので、うん、ここでやっぱ復活しないと、やっぱマー君帰ってきただけじゃやっぱりそれ優勝できないんだよ。そうですね。でも乗本があの優勝した時の15勝、はい、そうとは言わないけど、うん、12勝ぐらいはしてほしいよね。そうですね、うん、あの年ってやっぱ田中投手って言われてましたけど、うん、則本投手が15勝してるっていうのがやっぱすごく大きかったので。そうそう、だって2人で39勝してるからね、はい、そりゃ強いよ、うん、で田中投手いなくなった後のエースですから、うんうん、そういった意味でもね、うん、この則本の復活はマストで、はい、松井裕樹が後ろでしっかり回れば投手もね、まあ、枠行きし、ちょっとね高年齢化しているっていうところは否めないんで、はい、早川投手の頑張りっていうのもね、うん、若干の昨日か一昨日の試合で打ち込まれてましたけど、はい、まあ、それはね、まあ、山あり谷ありだからいいとしても、そこがしっかりね、うん、早川が新人王争いに絡むぐらい活躍できれれば、うん、投手陣としてはうまいバランスでね、はい、来るんじゃないのかっていう感じで、やっぱこの最低でも2人ね、はい、頑張ってもらわないと。そうですね、うん、この2人がハマれば、うん、もう結構強いと思います。いや、かなり強いよ、はい、だそういった意味でもね、やっぱり則本の復活と、うん、まあ、松井の安定感の守護神はね、うん、ちょっと欠かせないかなと、はい、しかも昨年のねちょっとダメだったところを補うっていう部分でも大きいかなと、うん、あとね野手、はい、野手はね、うん、こちらです。はい、両外国人です。いや、分かんないじゃないですか、まだディクソン・カスティオ、はい、両国キーマン、はい、やっぱり、うん、打撃陣も、はい、昨年の反省を考えると、はい、前半はやっぱ良かったですね、うん、ブラッシュも7番とか下がった時もあったけど、まあいいところで打ったりとか、はい、ロメロがね、うん、いい活躍したじゃない。そうなんですよ、序盤、はい、でもそこがね、うん、ちょっとパタパタっと崩れていくことによって、うん、まあ、浅村と鈴木大地にかかる負担がでかすぎて、はい、そこが打ったら勝てるけど打たないと負けるっていう試合が結構多かったですね。いや、もう返してたのが浅村選手だけっていう感じになってましたもん、途中から、うん、本当に。だからそのワンパターンに、ね、なって足も使えないっていうところで、はい、攻撃陣になんかこうバリエーションがね、うん、薄かったかなっていうところもね、この投手陣の中継ぎがね崩れたのと同じようにちょっと沈んでいったかなっていうところもあるんで、はい、やっぱそこを補うためには、はい、まあ、鈴木大地で浅村、うん、まあ、ここら辺の活躍はまあ多分すると思うのね、はいはい、で、まあ、あの茂木小保方をどういうふうにうまく使うのかっていう、だから外国人来るまでは茂木サード小保方ショートの浅村セカンドファースト鈴木大地とか、はい、もしくは浅村 DH に入ったりとか、うん、でまあ、そういうのも、ね、あるとしても、まあ、回せると思うんだけども、やっぱ優勝するに向けてはこのディクソン・カスティーヨの両外国人の活躍は必要不可欠だと思う。そうですね、やっぱりパンチあるホームラン打てる人がやっぱりもっといた方がいいですもんね、うんうん、そうじゃない、やっぱ偏っちゃうから、うん、そのバリエーションがね、はい、だその中に、まあ、辰巳がね、うん、入ってくればいいけど、いい感じでは過ごしてるね今。
そうなんですよ、結構打ってますよ。そう、はい、いい感じでは過ごしてるから、うん、それをまあ1年間続けれるかどうかが勝負、はいはい、でもまあそこでハマればね、盗塁数もやっぱ増えていくから、うん、いやその辰巳の存在感はやっぱ大きいのよ、はい、活躍できれば、うん、だから期待値は上がるよって、うん、だからそこでもし辰巳がね1番にしっかりハマって、はい、まあ欲は言わないけど2割7分とか、うん、2割7分5厘ぐらい打って、うん、盗塁がね30個以上できるようになってくれば、うん、攻守にわたって活躍もできるし、うん、その後の鈴木大地とか浅村、もし外国人がいたらそれチャンスメイクしてつなげるっていうこともできるし、9番からの打順のメイクにも良くなるから、はい、まあ、辰巳の存在は大きいけども、うん、でもそいつが活躍したら優勝かって言われると辰巳じゃ今年はない気がする。あ、そうですか。やっぱ両外国人が、はい、やっぱその去年のね、うん、そのブラッシュロメロの活躍と抜けた時の穴を感じると、やっぱそこ大きいなっていう。うん、まあ確かに優勝した年もやっぱりマギー・ジョーンズっていう2人が活躍してた。大きかったじゃん。大きかった。はい。マギー・ジョーンズと後ろのラズナ。うん、はい。いましたね。うん、はい。だからそういった面でも、うん、このだからいつ来日するんだろうね。そこですよね。うん。まあ12球団も一緒だけどね。はい。あとどこまで練習してんだろうね。はい。もう開幕するからね、来日できたと思っても全然打たないって可能性もありますからね。うん、だからこの動画が出る時にはね、うん、あの来日してるかも分かんないけど、はい、でも、うん、緊急事態宣言も伸びちゃってるしね、はい、どうなんだろう。そうですね、うん、でもこうね、やっぱメンツ上げてるとなんかいけそうな気しますよね、やっぱね。それはするよ全然ね、うん、はい、でもこの、うん、やっぱ外国人気になるよね、来てないっていうところが、はい、まあ、来てるチームもありますからね、うん、でもうん、マー君来てるからで。いや、そうです。そうなんですよ。前回の優勝予想の時はマー君まだ来てなかったですから。そうそう、あの4位、はい、楽天は、はい、お正月の順位予想、はい、4位でした。4位だった。4位でした、うん、はい、その時ね、うん、マー君いなかったのよ、はい、それがマー君来てんだよ、はい、あら、これ順位予想変わっちゃうかもね。ロロロロロ、どうなんだろうね、はい、でも、うん、楽天ファンの皆さんね、はい、こう考えると、うん、あるでって思っちゃうね。いや、思いますよ。私は前の優勝予想の時点で1位にしてほしいからね、うん、しかも別に外国人がもし万が一いなかったとしても、はい、その茂木が怪我しなかったら、はい、まあ、ファーストはね大地行ったりとか浅村行ったりとか、はい、DH、まあ、銀次とかもいるし、はい、そうかうまくねハマれば、まあ、そんなね、うん、大きなマイナスでもないし、はい、まあ、外野が一つ失われるけども、まあ、辰巳がうまく成長して島内が入れば、まあ、あと1個はねうまく成長していけばっていうところもあるし、横尾選手トレードで取ってきてね、サード横尾っていうのもあるし、いい若手も結構いますからね。そうそうそう、そういった面でももし外国人が来なかった時のために横尾とか取ってる右のバッターね、あとはまあ和田蓮、下鶴、まあそこら辺は競争になる内田もねっていうところが、まあうまくねそのハマっていけば外国人に頼らないでも和製でうまくできるから、そういった面での準備はできてるんですね。はい、層はかなり厚くはなってます。それを結果を出して層を厚くできるのか、ただいるだけになるのかは勝負なんだけども、この外国人選手が来る前にその今言った人たちが頑張って頼らなくてもいけるよっていうチーム作りできれば長く強さを保ってるんですね。はい、すごい息の長いチームになりそうですね。そうですね、はい、そういった面でもね、はい、まあ、今日挙げた中日楽天がね、はい、まず注目してほしいのは、はい、順位予想が何位になるのかっていうね、どう変わってくるのか。そうですね、はい、袴田さんの順位予想もね下がるかもわかんないんでね。いやでも私1位からマー君来て下がることあります？いや、それは分かんないですよ。他のチームが分かる可能性あるんでね。確かに他のチームのね、このオープン戦とか見ちゃう、あ、いいなってなって、うん、かもかもね、あるかもしれないな。ありますまあね、楽しみに見ていただいて